アドリアーナ・ヘルツキーは、ルーマニア出身で、ドイツのシュトゥットガルト在住の現代音楽の作曲家。ブカレストに生まれたが、当時のルーマニアは、完全に独裁政権であり、現代音楽の需要はなきに等しかった。ピアノ音楽習後、作曲に転化し、1972年から、ステファン・ニクレスクに支持した。その後、同年齢で現在、ルデンブルク大学にて教鞭を取る。 作曲家、ビオレタ・ディネスクと同じく西ドイツへ渡り、シュトットガルト音楽大学にて同じ島を生まれで、オリビエ・メシアンの指導を受けた。作曲の教授、ミルコ・ケレメミア、電子音楽のエアハルト・カルコシカ、現代音楽理論のヘルムート・ラッヘンマンらの指導を受けた。先輩のマティアス・シュッパー・リンガーのように地味な成熟ではあったものの、徐々に実力を上げてゆく。フロレンツ、 コルマール、ブッキ、ガウデアムス、マックス・ドイチュ、メンヘングラード・バハ、女性作曲家のみのジャトック、そして、シター・ミツ国際など次々と国際作曲コンクールを最上位で受賞し、国際的な名声を確立した。ガウデアムス国際は、当時、規約が異なり順位をつけるシステムではなかったため、同着の入賞であった。29歳で、 外国人女性として二人目の国際シュトットガルト作曲賞を受賞する。現在はダルムシュタット国際現代音楽研究所のインストラクター及び友の会会員。ケルン音楽大学など各種作曲講習会に参加しておりく国際マスタークラスの常連でもある。2000年代においてもダルムシュタット書講現代音楽講習会の講師に招聘されている。以前は ピアニストとしても活動し、二度国際コンクールで賞を受けたトリオリパッティの一員でもあった。双子の妹は、シュトゥットガルト放送交響楽団のバイオリニストである。ヘルツキーの名声を決定的にしたのは、彼女の当時の語法の集大成となった音楽劇ブレーメンの自由である。この室内オペラは、ミュンヘンビエンナーレの移植で作曲され、後に、 シュトゥットガルトで数年間に数十回再演され、ウェルゴから CD 化された。当時ドイチャムージークラットは、ドイツ居住の外国人に門戸を開いてはいなかったが、それも彼女が規約を書き換える結果となった。このオペラは、その台本が、ベルクのルルの内容に非常に似ていて、電子音を含めたある意味でアカデミックな前衛技術を余すとこなくふんだんに使い込んでいる。 フェミニストの存在を誇示する作品であるが、事実本人も二度の離婚歴を持つ。ヘルツキーはまた、あまり使用されない楽器にも積極的に挑んでおり、この世の終わりでは、アルプホルニア、ピッコロトランペットを用いて、振り絞るような叫び声を表現する。彼女は、新しい複雑性が生まれる、直前の流行をまとってデビューしたため、楽譜上はそれほど込み入っていないかもしれないが、 テンポが数小節、または一小節ごとに変化し続けるため、予期せぬ瞬間に大きい音が鳴るなど、落ち着いて聴いていられる瞬間が、ことのほか少ない。また、メッセージという作品は、様々な創作打楽器を、声楽家のハンナリスカ・アウアーバッハと考案し、それを徹底的に作品に応用した。現在は、ブレーメンの自由の規模を超える、オペラ、舞踏劇、 音楽劇を連作しており、その中には移植後すぐはできなかったが、構想は何年も前からあった、壁、ジュゼッペとシルビア、マンハッタンの良い神様、影のバラが含まれる。現在では、完全に、ポストディーター・シュネーベルと言われる特殊化商法による、作品や劇音楽の作曲家として、評価を確定させている。声楽とアンサンブルのための、悪魔など、 挑発的な題名の付け方にも特徴が感じられる。日本でまとまって紹介されたのは、1992年に京都市立芸術大学の当時の教授、広瀬良平に招聘され、自作の講演を行ったことが最初である。東京にも訪れ、作曲マスタークラスを行ったが、日本人の弟子が多くつくということはなかった。当時ルーマニア共産政権が動揺したことも大きく、 雑誌、音楽芸術でも、クローズアップされた。その年に、三宅春菜の元を訪れ、三宅の著書、作曲家の生活にヘルツキーとの対談が、収録されている。1995年には、秋吉大国際現代音楽セミナーフェスティバルで、ミゼレーレが、ステファンフッソングの演奏により日本初演された。その頃、CPO が2枚 CD をリリースしたことがあったが、 これらの CD は絶版である。アメリカで出版された現代女性作曲家アンソロジーでもヘルツキーの吊り橋は譜面付きで詳細に紹介されている。東欧出身者は優れた作曲家はいてもオペラの成功者はほとんどおらず、初めて現代オペラの移植で著名になった人物である。ヨーロッパのドイツ語圏を主に活動していたため、日本やアメリカ、ロシアでは、 紹介が遅れたが、現在は、イッサム世界音楽の日々2013の審査員メンバーでもあり、諸国際作曲コンクールの審査員の常連である。ブレーメンやシュトゥットガルトで教え始めて以降、その教授法には定評があり、現在の弟子には、マリオス余安のエリアをはじめとして、中国人のバンフェイなど、世界中に弟子を多く持つ。30代からシュトゥットガルトで教えていたが、 現在は、モーツァルテウムの作曲の教授である。1987年以前は、アストリア社、ブライトコプフ・ーンとヘルテル社から1988年以降の全作品が出版されている。デビューから間もない頃は、アストリア社を用いていたが、その出版社がなくなったため、その頃の作品もブライトコプフから購入可能になった。その中には、 存在だけ知られていたが入手困難であったピアノソナタ、フランツリストのための超窓などもある。日本人でヘルツキー作品を最初にレコーディングした演奏家は向山智子である。紹介はほぼヨーロッパに限定されている。ありがとうございます。